台湾が染めた自国で建造した潜水艦一番艦ハイクン、海鯤がついに動き出したという情報が入ってきました。今回は、そんなハイクンの性能について見ていきます。ハイクンの X 舵は、日本の潜水艦に似ているようですし、親しみが持てますね。しかし、アメリカ海軍が全面バックアップしているとはいえ、台湾海軍が動かせるのかもかなり気になるところです。MK48 魚雷搭載はマジでやばい。中国原潜も終了です。9月28日、古代中国創造上の巨大魚の名を持つ台湾で、初の国産潜水艦ハイクン型一番艦が、台湾南部の高雄の造船所で進水式を迎えました。このハイクン潜水艦は言うまでもなく、近年、台湾の武力統一の意思をあからさまにしている中国習近平体制への大きな牽制力になると思われます。台湾の潜水艦に対して、中国は身の程知らずと非難しました。逆に言えば、中国にとって、かなりの深刻事態だからこそ、過敏に反応したのではないかとも推測されるのです。通常動力型潜水艦のハイクンは、通常型としてはビッグサイズです。そのせいふさわしいと言えるでしょう。でも、同タイプの海自最新型潜水艦タイゲイ型よりは、ちょっと小さいようですね。特徴は、タイゲイ型と同じく、高性能リチウムイオン電池を採用したため、2週間ほどの連続潜航が可能と推測されること、アメリカの原潜に搭載している最新戦闘システムを採用していること、高性能長距離誘導魚雷、射程約 50km を装備していることです。兵装の中でも、MK48 魚雷は、時速70〜100km、敵が回避しても再指令すると、何度も何度も攻撃を繰り返す、しつこい魚雷です。もはや、水中対艦ミサイルと断言しても誇張ではないほどの性能ではないでしょうか。アメリカの最先端技術が使われているので、タイゲイ型よりも高性能ではないかと考える防衛軍事関係者も多いようですね。台湾は潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウは持っていませんでした。ではどうやって作ったのでしょうか。ある報道によると、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したというのです。つまり民主主義勢力連合というわけです。日本にも参加要請があったらしいのですが、対中関係などを考慮して、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあるという噂です。自分で作れなければ、外国から輸入すればいいじゃないという某フランス女王のような声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在です。潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても、売却する国はほとんどないでしょう。というのは、世界の多くの国は中国との国交を選び、台湾と断交しています。建前上は、一つの中国の原則に従ったという形です。日本もそうです。ですから、台湾へ武器を輸出することは、一つの中国体制を無視することだと中国が猛反発、巨大の経済力を武器に、貿易制限、中止の報復に出るのが、いつものやり口になっているのです。実例があります。潜水艦を売却したオランダと1980年代に、軍艦やミラージュ戦闘機を販売したフランスが、中国の経済制裁でダメージを受けています。唯一の例外はアメリカです。台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に、中国の非難を無視して、台湾に武器輸出を続けています。中国とは、正面から対決はしないが、全面的に認めるわけではないという方針でしょう。国内法を盾にして、外国を脅すのは中国も同じでしたね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になった事実は、中国にとって見過ごせない大きな衝撃だったでしょう。つまり、台湾が輸入しようとしたら、輸出しそうな国を、中国は経済制裁で脅し、中止させることができたのですが、もう脅しは効きません。台湾は、好きな時に、好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったのですから。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のように、
重要な兵器は自前で確保するのが安全保障の肝と痛感したのでしょう。台湾については、次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発するのか?という気の早い話題も飛び出しているようです。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から攻撃できる距離の長さでしょう。中国が上陸作戦を行うとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などです。敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石ですからね。このため、台湾は反撃能力確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル、射程約 600km の量産をスタートしました。また、改良型として、射程 1200km のミサイル開発中ということです。中国本土での標的は、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市と考えられます。ミサイルは、中国側から攻撃し、憎い台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備すると推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のためジグザグ飛行ですから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離とされます。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルなので、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあります。となると、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載、反撃手段の切り札にするだろうと推理する向きもあるようです。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説もありますし、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積めば、黄海まで進出して首都北京を伺うことさえ不可能ではないと思われるのです。この潜水艦の存在自体が、中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたら、共産党指導部の権威失墜は間違いありません。ある人が想定した台湾有事の際のシナリオを紹介しましょう。中国指導部を戦意喪失させるため、台湾潜水艦は中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して攻撃してくるだろう。以前は台湾有事でも中国との全面戦争を避けたいアメリカは中国軍艦への直接攻撃はないだろうし、台湾には4隻の老朽潜水艦だけなので全く勝負にならないと考えられていた。しかし状況はガラリと変わった。アメリカが制止しても台湾が自衛権に基づく反撃として複数の海軍級で出撃したら対潜水能力で劣る中国海軍は行動を制限されるだろう。艦艇の太平洋側への展開はおろか、軍港から出ることすら不可能になるかもしれない。そして、万が一、大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高い。当然、侵攻作戦も中止せざるを得ない。台湾有事となれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が、密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で、中国が制空権を握るのは、ほぼ絶望的になる。そうなれば、この海域に進出した中国潜水艦は、西側の潜水艦や追戦哨戒機に次々に発見され、撃沈される可能性が高い。潜水艦の存在理由を思うと、仮に西側連合軍に撃沈されたとしても、西側が撃沈したと、中国が公言はできない。自軍の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので、証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまう。こうなると、台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を建造して、中国の脅威に備える予定らしいなどという、まことしやかな話が、ヨーロッパあたりの防衛関連業界から聞こえてきたとか、情報戦の駆け引きが激しくなっているようです。一つ言えることは、
集大成の台湾武力統一への執着のせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、つまりは、寝た子を起こして、藪から蛇を出したようなものと言えましょう。防衛省は、2024年度から、新しいイージスシステム搭載艦の建造に着手し、その動力源に、イギリスのロールス・ロイス社製 MT30 ガスタービンエンジンを採用するという情報が入ってきました。今回は、防衛省のイージスシステム搭載艦に、ロールス・ロイス社 MT30 ガスタービンエンジン決定について見ていきます。2024年度から防衛省が建造をスタートする予定の新しいイージスシステム搭載艦に搭載されるガスタービンエンジンをイギリスのロールス・ロイス社製の MT30 に決定したと2024年5月30日ロールス・ロイス社が公表しました。 MT30 とはロールス・ロイスの船舶用ガスタービンエンジンマリントレントのことです。航空機用ターボファンエンジンのトレント800をベースにして開発され、出力は 40mW を発揮するものもあり、日本の海自護衛艦もが、身型 FFM にはすでに採用されています。イージスシステム搭載艦には、MT30 が2機搭載される予定で、燃費を抑えるため、電動モーターも搭載するハイブリッド方式を採用することになっています。出力に余裕があるので、低速、巡航時は、MT30 が発電した電力を利用したモーターでの電気推進で航行し、高速必要時には、別のガスタービンエンジンによる機械駆動を併用し、強力な推力を得るガスタービンエレクトリックガスタービン複合推進方式、コグラグなど、他の機関方式を採用する可能性もあると言われています。この新イージスシステム搭載艦には、これまでのイージス護衛艦に搭載されているフェイズドアレイレーダースパイ1と同じロッキード・マーティン製の LRDR 長距離識別レーダーであるスパイ 7V1 が搭載されるようですが、そこに至るまでには紆余曲折がありました。スパイ 7V1 は地上配備型の国土防空ミサイル防衛用の対空捜索レーダーとして弾道弾迎撃ミサイル GBI グランドベースとインターセプトとともにイージス艦に搭載されているイージスシステムを陸上に配置するイージスアショアに使用されるレーダーです。近年、北朝鮮は弾道ミサイルなど長射程ミサイル発射実験を盛んに繰り返すようになったが、その進歩は著しく日本列島への脅威が高まったとして高高度を飛翔する弾道ミサイルを撃墜するためのシステムの増強を急ぐべきだという声が多くなったようです。弾道ミサイルへの対処については、アメリカ海軍が東西冷戦時代の1960年代から始めていて、イージス武器システム AWS が開発され、イージス弾道ミサイル防衛システムイージス BMD システムが誕生しました。BMD は海上配備システムと地上配備システムの整備に注力され、海上配備システムのプラットフォームとしてイージス艦が登場、地上配備システムとしてイージスアショアが考案されたというわけです。陸上に設置すれば、イージス護衛艦ほどの人員は必要ないので、慢性的な人員不足に悩む自衛隊では、最良の BMD とされ、2018年7月30日、政府は、スパイ 7V1 を2機購入し、秋田市の陸上自衛隊新谷演習場と山口県萩市の陸上自衛隊睦美演習場の2カ所に、イージスアショアを配備する計画を発表。2025年から陸上自衛隊が運用すると明らかにしました。しかし、
この計画はすんなりとは進みませんでした。まず、弾道ミサイル迎撃の際、地上から発射される多弾式の地対空ミサイル SM-3 の1段目の補助推進装置、ブースターが、演習場周辺の民家などに落下する可能性があると示唆されたのです。ブースターを演習場内へ確実に落下させるためには、高額な費用を要するシステムのソフトウェアの修正というだけでは不十分であると判明しました。その上、設置予定の秋田、山口両県の住民に対する防衛省側からの説明不足や、ずさんな調査など不手際が数多く発覚し、トラブルが相次ぎいたことで、地元自治体の理解が得られないと判断。2020年6月15日、当時の河野防衛省は、イージス・アショアの導入計画の中止を発表したのでした。2020年12月18日、閣議決定で、新たなミサイル防衛システムの整備等、及びスタンドオフ防衛能力の強化について、と題した文書で、中止したイージス・アショアの代替案について、イージスシステム搭載艦を新しく2隻建造、海上自衛隊が運用することを決定したと公表したのでした。防衛省は、イージス・アショア用に購入計画していた2機のスパイ7を、新たな、イージスシステム艦に搭載する方針でしたが、このレーダーは陸上設置用として開発されたため、アメリカ軍の水上艦艇での使用実績はなく、海自のイージス護衛艦でも、AN-SPY-1 の使用実績しかなかったので、運用を不安視する声が多くなり、アメリカのレイセオンが、艦艇用レーダーとして開発を進めているスパイ6を推す声も上がるようになっていました。しかし、アメリカミサイル防衛局とアメリカ海軍のイージス艦技術部門代表、テイレップが、海自のイージス艦に搭載されている AWS ベースライン J7、B 上でスパイ7を運用するソフトウェアを開発。2021年1月27日に海上に配備されたスパイ7を搭載した AWS ベースライン J7B の試験では、BMD での目標の捜索、追跡、識別を実施する能力を有すると確認されたことから、イージスシステム搭載艦にスパイ7を搭載すると決定されたのです。スパイ7は、2024年4月、宇宙空間にある物体を探知と追尾する試験も成功しているので、宇宙空間を飛翔する弾道ミサイルの迎撃に適していると証明されたと言えましょう。この高性能なフェーズドアレイレーダーを搭載するイージスシステム搭載艦は、当初は、弾道ミサイル迎撃を専門とする防空護衛艦的な存在になると見られていました。当初の計画では、海自最大の護衛艦として誕生するはずでしたが、それに対して、速度において、既存のイージス艦や護衛艦艇との艦隊連携や共同運用がしにくいという批判が上がったため、小型化して機動力を高めるように方針転換されたのでした。結局イージスシステム搭載艦は、基準排水量1万2000トン、全長190メートル、最大幅25メートルのサイズでマヤ型イージス護衛艦を上回り、軽空母化改修が進められている海自最大の出雲型護衛艦に次ぐ大型艦となる見込みです。兵装としては、5インチ単装砲1機、高性能 20mm 機関砲2機、人認識地対艦誘導弾能力向上型4連装発射筒2機、3連装単魚雷発射艦2機の他に、マーク41垂直発射システム、VLS は2機、128セル搭載しています。また、弾道弾迎撃ミサイル、ABMSM3、艦対空ミサイル、SAMSM2、対潜ミサイル07式垂直発射魚雷投射ロケット、巡航ミサイルトマホークなども搭載されます。国土防空だけでなく護衛艦隊を構成する艦としても運用できるように、既存イージス艦と同等の各種作戦能力と機動力が付与されることとなりました。その他に、現在の多様なミサイルに常に対応可能とするため、稼働率の向上が図られ、荒天時の荒れた海でも影響を受けにくい対応性を持っています。さらに、この艦では、長期間の洋上任務が前提なので、乗員の居住性向上を図り、具体的には、ダンベッドの上下にパーテーションを設けて疑似的に個室化するイメージ画像が公表されているようです。また、中国やロシアが実戦配備している、極、
超音速兵器への対応として、アメリカミサイル防衛庁 MDA が開発中の対極超音速滑空体新型迎撃ミサイルなど、将来の装備品も運用可能な拡張性も考慮されているそうです。こういった将来の装備品には、レールガンや高出力レーザーガンなども含まれているので、出力の大きいロールス・ロイス社の MT30 ガスタービンを2機搭載することで、それらの電力を賄えると推測されます。防衛省は、2024年度防衛予算に、イージスシステム搭載艦整備費用として、2隻分の建造費3797億円の巨額を計上し、まず、1番艦の建造を三菱重工業が担当し、2番艦は、ジャパンマリンユナイテッドが担当することになっているそうです。今年2023年に開催されたオーストラリアとアメリカ主催の合同軍事演習タスマリンセイバーには陸上及び海上自衛隊も参加しました。この演習で陸上自衛隊は1に1式地対艦誘導弾やマル3式中距離地対空誘導弾のみ演習を行い、オーストラリアが日本の重要な防衛パートナーとしての役割を果たしました。では詳しく見ていきますね。タスマンセイバー2023で、陸上自衛隊は、オーストラリア南東部にあるビークロフト射撃場で、7月22日に、海上の標的に向けて、人に、一式地対艦誘導弾の実弾射撃を行いました。これは、オーストラリアで、日本の人に、一式地対艦誘導弾の実弾射撃訓練が実施された初の事例で、見刺された誘導弾には、作薬が充填されていませんでしたが、陸上自衛隊の対艦攻撃能力を対外的に示す機会となりました。人に、一式地対艦誘導弾は、2012年度の防衛予算から調達が開始されたミサイルシステムで、装輪式の車両に、レーダーシステム、中継システム、射撃管制システム、指揮統制システム、発射塔を搭載しています。現行型は最大射程距離が約 200km ですが、能力向上型の開発が進行中で、将来的には最大射程距離を 900km、さらには 1500km まで延伸する計画があります。現在開発中の人に、一式地対艦誘導弾の能力向上型では、地上から発射する既存の装輪式車両型に加えて、航空機や艦艇から発射する型も検討されています。これにより、航空自衛隊や海上自衛隊でも幅広く利用可能となることが期待されています。さらに、タスマンセイバー2023で、陸上自衛隊は、マル3式中距離地対空誘導弾の実弾射撃を行い、その様子がオーストラリア軍によって公開されました。マル3式中距離地対空誘導弾は、2003年に導入が始まり、最大射程は約 60km です。このミサイルは、アメリカ製 PAC-2 ミサイルシステムに比べて約 45% 安価で、コストパフォーマンスが優れています。2016年までには、マル3式中距離地対空誘導弾の改良型が開発完了し、巡航ミサイルや空対地ミサイルに対する迎撃能力が向上されました。この改良型の調達は、2017年度の防衛予算から始まっています。中国は、すでにアメリカに次ぐ世界第2位の GDP 額を誇り、軍事費の額でも同様の位置にあり、実戦経験こそ近年はほとんどないとはいえ、
ロシア以上に消耗戦を行うに足る各種の物資の生産能力を有していると思われる。しかし、周知のようにアジア地域には NATO のような西側諸国の軍事同盟は残念ながら存在しておらず、アメリカをハブとして日本を含む各々の国々がその時々の政治的な判断で連携を模索していくしかないのが実情であろう。その意味では、今回のタスマリン・セイバーのような合同軍事演習は、日本にとっても非常に重要で、かつ有用な機会であり、年を追うごとに強化されている中国軍に対し、いかに有効な抑止力を備えるかを示す場とすべきに思える。政府が進めているシェルター整備は、平成16年、2004年に制定された国民保護法に基づく国民保護計画の一環ということです。防御性能の高い地下シェルターは、全国に1591箇所あります。しかし、中国や北朝鮮の脅威に直接向き合っているといっても、いい沖縄県の先島諸島には、わずか1箇所しかないのです。今回は、このシェルターについて見ていきたいと思います。シェルターとは何か。厳密な定義はありませんが、国民保護法によると、都道府県や政令市がミサイル攻撃などに備えた避難施設を指定するよう規定しています。このうち、爆風など直接の被害から人間を守る堅牢な地下施設が、事実上の地下シェルターを指していると言えましょう。令和4年4月時点の内閣官房のまとめによれば、前述の通り、地下シェルターは、全国に1591箇所あるそうです。ただ、沖縄県を見ると6箇所に限られ、しかも、5箇所は、那覇市など沖縄本島に集中しているのです。先島諸島では、タイトルの通り、石垣島の石垣市役所だけということになります。さて、お隣の軍事国家北朝鮮は、22日、日本時間24日午前0時以降、人工衛星を発射すると日本政府へ通告しました。人工衛星とは言っていますが、事実上の弾道ミサイルと見られます。発射された後に先島諸島上空を通過する可能性があるため、この地域の緊張が高まっています。昨年8月には、与那国島、与那国町の沖合約 80km に、中国軍の弾道ミサイルが着弾したという事実があるのです。有事の際の一時、避難先の必要性は言うまでもありません。沖縄県は、3月、同諸島の住民ら計約12万人を九州に避難させる図上訓練を実施しました。その結果、臨時の民間機や船舶を使用したとしても、6日程度の日数がかかったのです。その事実があるにもかかわらず、避難施設などの整備が進まなかったのは、離島は、都心に比べて、地下街や地下鉄、地下駐車場といった既存の地下構造物が極端に少ないという事情があるためと言われます。世界を見ても、他の国に比べると、日本は、整備が遅れていることがわかります。NPO 法人日本核シェルター協会による、平成14年、2002年の調査結果を紹介します。放射性物質を遮断する核シェルターの人口あたりの普及率ですが、スイスとイスラエルは 100%、アメリカは 82%、ロシア 78%、イギリス 67% という高い数字が出ています。一方の日本は、なんと 0.02% という少なさです。しかも、日本の普及率は、現在も大して変わってはいないそうです。日本より国土の小さいスイスやイスラエルは別にしても、広大な国土を持つアメリカやロシアの普及率の高さに驚きますね。では、ここである沖縄県民の声を紹介しましょう。あくまでも、個人的な意見ですからね。筆者とは別です。沖縄に住んでいます。私自身が平和ボケを絵に描いたようなものではないかと思いますが、シェルターが大切と記事にあったとしても、どうもピンとこないんですよね。もちろん、アメリカ軍関係の基地とは、無関係な沖縄になってくれたらいいのですけど、かの国のやり方に対して、沖縄県は、地理的に重要な位置にありますし、アメリカ軍基地は、無駄な戦争の抑止力になると思っているので、私個人としては歓迎です。なんか、基地があるから攻撃目標にされるという人もいますが、私はそうは思っていません。アメリカ軍基地があるからこそ、
戦に発展しないという考えもありですよね。と言っても、シェルターと言われても、今一つ身近に感じられない、ピンとこないのは、メディアの発信が少ないせいではないかと思うんですよね。沖縄県の新聞2社が、八重山日報みたいに、もっと、シェルターの必要性を報じてくれたら、私みたいな平和ボケの人間も少なくなるんじゃないかな。昨晩夜中4時に、北朝鮮からのミサイル発射通知が届いて、避難してくださいとアラームが鳴りました。でも、どこに行けばいいんでしょうか。国は、警告はしましたからね、っていう感じで終わってしまいましたが。長引いているロシア・ウクライナ戦争。現在、キーウとかウクライナの都市で空襲警報が鳴っても、シェルターを使ってる人は、ごく一部しかいないと聞きます。空襲警報が鳴るたびにシェルターにこもっていたら、仕事にならない、つまり長期的には生活できないからというのが理由らしいです。特に、島の場合は、都市単位で戦争が長期化したら食料備蓄という大問題が発生します。シェルターがあったとしても、どうしようもない状態になる可能性がとてつもなく高いのは、ちょっと考えればわかること。シェルターの優先度を、どの程度と判断するのかは難しいところだと思いますよ。上記の意見は、アメリカ軍基地を受け入れている沖縄の人のものです。十人十色というように、人それぞれの意見の違いがあって当然です。この人は、シェルターの必要性は分かっているようですが、もう一つ切迫感がないということです。その理由は、メディアの発信手法に問題があるのではないかと考えているようですね。どちらにしても、現在のところ、シェルター整備は国の職掌のようですから、やはり、国の考えが基本になることは言うまでもないと思います。有事の際、本当に国民を守るためには、シェルターが必要だとなったら、国の予算で整備を進めていくべきではないかと考えるところです。